今日はね、ライブの同期の設定と、はい、あとライブのセットリスト決めたいなと思って。セトリまだ決めてなかったですね。そう同期が一応その、まあ、音源流して、まあ、ドラムを披露来ただけやん、はい、でギター俺リードギターやから、はい、バッキングギターとベース流してんねん。はいはい。でベースもライブ本番もしかしたら募集して生で弾いてもらう可能性が高い。人が弾くんですか。うん、おお。知り合いに声かけてみたいな。あ、そうなんですね。なんかやっぱドラム上手俺立ってて、まあセンターでもいいけど、俺やっぱずっとここ長いからさ、上手。ああ、やっぱこう3点欲しくない。ベース、ギター、ドラムみたいな。なんか一人で前にいるの結構あれですよね。ちょっと絵的にもさ、なんかさ、あ、絵的にかぶるの人。あ、そうですね。やっぱバンドって3点かっこよくない。あ、また、そうか、ドラムって大体動かせないんですかね。そうってなったらベースも消すけど、はいはい、もうバッキングギターのみの同期みたいな。なるほどなるほど。で同期が一応まあパソコンに突っ込んでて音源を、あ、こんな感じで、そう、でこれ同期で、こっちクリック、はいはい、メトロノーム、はいはい、でこれをドラムが聞くわけですよ。あ、これが僕が聞くやつですね。で、まあ、オーディオインターフェースつないで、でこれな、ほんまは2回線あったら、はいはい、ステレオで出してでクリックをヒロキに送るってできんねんけど、はいはい、これ多分1回線やねん。あ、そうなんすか。だからその右に音源、うん、左にドラムクリックでして、で左右で分けるみたいなしてる。ああ、なるほどなるほど。だからモノラル出力なんだけど音源が、はいはい、ちょっとまあよくよくもっといいインターフェース買えば。それなんか影響あるんですか、モノラルになっちゃうと。なんか俺サイドにギター振ってるから、あ、それで重なるわけ。ちょっと多分なんかこもんねん、聞こえ方が違うって感じですか。はあ、はあはあ。ベースもやっぱちょっと何ギターと被りやすくなるから、はいはい、まあ、その辺でメリットやけど。え、まあ、練習、とりあえず練習買いに行きましょう。買ういくらぐらいするんですかそれ。2回戦以上やから、これ多分最低ランクまあ1万ちょいとかやねん。これ2万3万ぐらいか。これが2、3万。2、3万、はいはい。多分5万ぐらいであるんかな、あ、調べてないか分からんけど。もしやっぱ来てもらうお客さんにはやっぱいい音で聞いてほしいですからよね。やっぱサイドからギター鳴ってる方がかっこいい。そうですよね。でまあ今日は、まあ、R に音源と、今日は R に音源、 R に音源で、はいはい、今日はもう、まあ、ついてきてるみんな大丈夫。あ、ちょっとついてる、ちょっと走ってる俺。でこの R に音源やから、はいはい、まあ、このステレオ出力の LR あって、はい、R にこっから音源出てるから、これをミキサー、あ、それが音源出てます。スタジオ内のミキサーに挿します。これをミキサーに挿します。スピーカーから出てきます。するとこのスピーカーが出てきます。で L に、はいはい、ヒロキにそのメトロノームを聞きながら叩かなあかんから、あ、それがこの L 回線から出てますと。でこれでヒロキに手元でまあボリューム変えれると。なんでモノラルで言ってるから、じゃあ普通のこの1番でいいですかね。せーの、よいしょ。そうで、こうミキサーを使うとドラマーが手元でクリックをボリュームコントロールできるからいいっていうやつやな。これが、イヤモニにもらうイヤホンですね。うん、フォン、あ、そうですね。これで、まあ、音量調整が手元でできますと。ちょっと流してみるか、一回。ちょっと流してみる。まあ、いけてると思うの。はいはい。ブリーズニューライフ。外からドラムなしの音源とリードギターなしの音源が流れてるわけ。はいはい。でそっちクリック鳴ってる？でこっちが今クリック鳴ってますね。あ、でそれをヒロキ耳につけてやる。これを耳につけてやると。いけそうやね。ちょっとやってみます。な、じゃあヒロキそれね。でこれなんかモジュール買ったやろ、ドラムモジュール。そう、これドラムモジュールを買ったんですよ。結構前に出てるやつなんですけど、うん、前から気になってて買いました。録音できるのこれ。これが音源モジュールで、ここにこのコンデンサーマイクとなんか多分トリガーだと思うんですけど、が、ああ、なるほどね、中央にあるんや。ここで多分音拾って、うん、音源に入れて、あ、じゃあもう変にマイキングするよりいいってこと。あ、めちゃめちゃ音いいですよこれ。そうやな。じゃあそれも使ってちょっと撮ってみる。そうですね。でまあ可能ならこの動画にさ、それのモジュール使った音源載せてさ、はい、ああそうですね、後で練習するから、ぜひぜひ。じゃあちょっとこれ、え、ピーボ君、僕好きなんです。ピーボ君好きなんですなんで、はい、であとまあライブのセトリやねんけど、セトリ
まあ、なんか俺はその、まあ、YouTube の再生数上位と、はいはい、ストリーミングサービス、はいはい、人気曲みたいなの出るやん、はいはい、その上位を統計取って、まあ、人気のある曲、人気のやつ、まあ、ブリーズニューライフ、はい、ハートビート、ほう、スターティングオーバー、うん、デイズゴンっていう曲があんねんけど、はいはい、それは結構もう結構上位やな、全部それは入れたいなっていう。そうですね、人気の曲はやりたいですよね、みんな聴きたい人多いと思うから、はいはい、でプラスあと2曲、まあ、全部6曲やろうと思ってる、あ全部で6曲、1曲結構短いから、あそっか、 MC 入れて5やったら多分短すぎるかなみたいな。そうですね、確かに3分4分やったら5ぐらいやけど、2分半多いから。誠さんの曲そうですよね、2、3分のやつが多いっすかね。でまあサクッとあと軽く MC してみたいな、はいはい、で残り2曲をどうしようかなみたいな思ってんねんけど、ほうほう、まだ決まってないと。決まってない。ほんで、まあ、1個新曲、なんか BPM 全部似てんねん、180前後やねん、はい、はいはい、で新曲がこの間出したやつ、うん、サイドワインダーってやつあんねん、はいはい、それが232やねん、もう早っ結構変化出る流れに、はい、それは入れたいなっていうのがあって。いいっすよね、新曲ね、新曲めっちゃいいっすね、ぜひ皆さん聴いてみてくださいお願いしますラスト1曲を、はい、俺が提案やねんけど、はいはい、視聴者に決めてもらおうと思って。おお、面白そうですね。そう、なんかコメントか、その何 Google のフォームあるやつを、はいはい、アンケート取るやつみたいな、うん、で取ろっかなっていう。あ、いいんじゃないですか。だから全部の曲から決めてくれって言っても多分分からんから、なんか3つぐらい、涼しい直なんか3つぐらい提案して、そうですね、その中から決めてもらおうみたいな。はいはいはい、どうする、何もコメントけえへんかったら。まあそれはそライブ中止よな、そえ、てかあの、いや、こんなくだるったらあんまりコメントしないくだりだと。あ、じゃあその3曲から選んでもらう。うん、それをもう決まってるんですか、その3曲ってのは。なあ、それすらもまだ決まってないと。あ、コメント欄に書いときます、それ。あ、OK です、OK です。3つ提案して、これみたいな。はいはいはい。まあ、下見てもらったら多分書いてるんで。じゃあちょっと皆さん下を見ていただいて、音楽ちょっとチェックしてもうてぜひあのライブでやる1曲決めてください。お願いします。お願いします。お願いします。え、やるとしたら、まあ、東京のライブハウスですかね。まあ東京やな。そうですよね、まあ、みんながみんな東京じゃないと思いますんで、まあ、東京2、300の箱でやれたら、まあ、普通のよくあるライブハウスのキャパ、はいはいはい、でワンマンと、まあ、ワンか、まあ、他にギタリストの人と一緒に3ステージぐらいの構成にして、はいはい、まあ、その辺のちょっとコネクションも作っていかなきゃ。あ、そうですね、はいはい、まあ、そんな感じかな。じゃあもうほんと今年はもうそのライブ活動本格的にやっていくって感じですね。せやな、はい、頑張っていきましょう。はい、じゃあちょっと練習します。お、いつもこう言って俺らやらんけど、ちょっと今日は本当にやります結構久しぶりの練習じゃないですかちょっとやりますか、ちょっとね。そうですね、ちょっと練習しましょう。お疲れ様でした。お疲れっす。お疲れっす。どうやった、でもなんか何やろな、まあ、2人っていうのもあるけど、やっぱ俺ら今までバンドでやってきたやん。そうですね、なんかちょっと空気感というかさ、はいはい、なんかわかる、なんか微妙な上がりきらんみたいな。そうですね、なんかちょっとてっぺんまで行ってないですよね。やっぱ同期演奏っていうのがあるんかな。あー、なんかいろいろ、なんかいろんな要因があるのかもしれないですね。ベース入れるかな。孫さんってか時間大丈夫ですか。飯行けません、ね、大丈夫だったら。ベース入れた方がやっぱ人数的にもいいよなと思って。まあそうですね、ベースは行った方がいいと思う。いや、もう帰るか、そろそろな。え、飯行けません、あのもし時間大丈夫です。終電何時なんや。僕まだあるんで。ああ、そうなんで、家帰っても飯ないんで、よかったら軽く。まあベース入れても
でもおるかな、知り合いとか声かけて別に OK やったら広く的には OK のベーシスト入れる。あ、もちろんですよ、全然大賛成です。あ、じゃあそうしようかな、練習の段階からベース入れて一緒に練習するか。あ、いいと思いますね、はい。あ、てかちょうどなんかこの前すごい美味しい店見つけたんでそこ行きません？そろそろ帰ろうかな、もう終電やばいね。あ、そうっす、え、飯は行かないですか？うん、じゃあお疲れっす、またよろしくね。え、マコさんまだありますよね時間。え、飯ラーメン食べません？あ、お疲れです。